こんにちは、こんばんは、おはようございます。ヒップホップ考察シリーズ第13回目はヒップホップの矛盾について語っていこうと思います。視聴者の方からね、質問メールが届いたんですけど、やばいっすよ、ヒップホップファンの方ね、これ議題に出されたらディベートで負けますから、これね、ラッパーの方とかもね、ちょっと一緒に考えていきましょう。やばいから、はい、ちょっとご興味のある方は聞いてってくださいね。はい、じゃあ早速いただいたメールお読みさせていただきますが、こんにちは、たまに見てます。なかなか見ない挨拶ですね。いつも見てますとか、ね、たまに見てくれてるんですね。はい、ありがとうございます。私はラップ好きなのですが、ラップは好きなのですが、ヒップホップ文化というか皆さんの言うところのカルチャーみたいなのがいまいち納得できません。ほう、自分は自分という割になぜ人のことはディスるんですか。痛いツッコミだな。痛いとこついてきますね。もともとギャングの人たちが殺し合いをゲームにするためのルーツがあるのに、ギャングスタラップは認めるんですか。あ、弱点ついてきますね。ここ疲れるとめんどくさいんですよね。主さんがよく言う反権威主義かっこカウンターカルチャーという割に、ヒップホップの人の方がルールにうるさくないですか。いや、おっしゃる通りですよ。私が納得できる回答していただけましたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、でこれまとめさせていただきましたけども、3つ質問していただきましてね、1個目は、自分は自分を誇るとかね、他人は他人、自分は自分という割には人のことにはね結構口出しませんかみたいなことっすよね。まあラッパーそうだね、結構あいつらリアルじゃねえとか言いがちですからね。まあそれちょっと矛盾してねみたいなことですかね。はい、で、もともとギャングの人たちが殺し合いよっていうのも、これもそうですね。だから、こう、銃とか暴力で解決していたところをラップだったり、アートに変えていって建設的にしていこうっていう、もともとの文化がありますから、まあ、そういうのがある割には、結構暴力を肯定する曲もあるし、それはそれで文化だ、みたいになってますから、そこどうなんですかみたいなことなのかな。ギャングスタラップは認めてる。まあそうですね。そういうことですかね。うん。で、反権威主義という割には、ヒップホップの人たちの方が、なんか権威的じゃねみたいなことですかね。これはなんか前動画にした気がしましたけども、うん、でも言いたいことはわかります。で、これはね、もうディベートして僕これ出されたら多分かなりきついよ。もう8マイルのパパドックみたいになるかもしれない、俺だったら。みたいななっちゃうかもしれないから、これ呂布カルマさんどうやって答えるんだろうな、あのディベート大会でね。ここ攻められたら結構めんどくせえとは思うんだけどね。呂布カルマさんだったらうまく言いそうですけどね。まあ、ちょっと一個一個僕なりにアンサーしていきますね。はい、まず自分は自分っていう割に他人はディスるっていうやつなんですけど、まずこの自分は自分っていうのはヒップホップの精神の一個で、自分で自分のルールは決めているというか、その常識がいいって言ってるとか社会がいいって言ってるからいいっていうのではなく、完全に僕の物差しで判断させてもらいますし発言させてもらいますみたいな精神が、まあ、あるんですけども、で、まあ、この質問者さんの考えてることを汲み取るのであれば、そういうなら他人の考えも認めたらどうですかみたいなことだと思うんですよね。個人的にはこれはね、そんなに俺は矛盾してると思ってなくて、まあこの考え方も分かんなくもないんですが、どっちかって言ったら自分で自分を誇ってるからこそディスるんじゃないかなとも思うんですよね。俺はこう思うからあいつ納得いかねえから言わせてもらうわっていうのが、どっちかって言ったらヒップホップなんですよ。むしろこの方が建設的だとすら僕は思います。あんまりね、みんな違ってみんないいっていうのをヒップホッパーが全員言い始めたらちょっと変な感じになりますよ。喧嘩は減るかもしれないけど、そもそものマインドとしてヒップホップはその不満のあるやつが集まってるというか、言いたいことを言いたいやつが集まってるんで、そもそもそのみんな違ってみんないいじゃんみたいな感じにならないんですよね。気質としてならねえというか、はい、そんな感じがありますから、まあその辺のね、ディスり合いも楽しむぐらいでいいと思う。まあ好みがあるんでね、別にその攻撃的なヒップホップだけじゃないですから、別に無理して聞くことはないと思うんですが、もうちょいこうエンタメ的な精神で聞ければ楽しめるとは思いますけどね。はい、はい、で次ですね、反暴力というルーツがあるのにギャングスタラップだったり、まあ、暴力的なね歌詞いっぱい出てきますけども、それはどうなんだということですよね。まあ、ぶっちゃけこれに関しては自分もそうだなと思いますね。めちゃめちゃ矛盾してるなって思うし、まあ、ヒップホップ自体がそもそもアンビバレントなものなんですよ。なんか相反する考えがあったりするんで、この件もまさにそうだし、例えば成り上がりっていうものもあれば、なんかそのセルアウト的なね、
まあセルアウトせずに成り上がれよみたいなルールがあるんでしょうけど、でもさ、なんかどんな手を使っても金を稼ぐっていうのもあるわけで、もう言い出したらキリないんですよ、この矛盾性みたいなのがねあるんで。でこういうことに引っかかる方って、おそらくねヒップホップがね一つの精神で固まってると思ってると思うんですよ。全然違くて、ヒップホップってガチ勢およびラッパー、そのアーティスト含めて全然一つになってないじゃないですか。前もなんかの動画で言いましたけど、ずっと喧嘩してますよね僕たち。ラッパーもずっと喧嘩してる、ファンもずっと喧嘩してると。これがヒップホップなんです。ああこの動画ですね、このこちらの動画でその辺詳しく語ってますので、ご興味ある方は見ていただきたいと思うんですけど、つまりこの矛盾点、この論争自体が曲になり、この論争自体がエンタメになるという、まあ興味ない人からしたらまあまあめんどくさい業界ではあるんですが、ここもねぜひともご興味持ってくれたのであれば楽しんでいただけるとね、よりヒップホップ面白いですよ。はいはい。そして最後、この反権威主義っていう割にはヒップホップの人たちの方がいろいろ口うるさくないみたいなことなんですけど、これ質問者の方はヒップホップ詳しいでしょ。これ素人が出てくる質問じゃないし、その殺し合いをやめるルーツがあるとかも多分結構知ってるんじゃないかな、このヒップホップ詳しくないふりしてるヒップホップファンだと僕は思ってるんですけど結構ね厳しいですもん、この質問も。だってうーん、確かにな、ガチ勢ほど権威的っていうのはまあ分かりますね。どうしようかどうしようか。これまあだからこれもさっきのちょっと矛盾点とに出て、なんていうか反権威なんだけど日本社会との相性もめちゃくちゃ悪いじゃないですか。結局なんかヒップホップが社会に縛られないって言ったところで、ヒップホップ業界って結局日本社会の一部じゃないですか。でそのヒップホップ業界の中でもいろんな人間関係だったり忖度だったりさ、上下関係があるわけじゃないですか。むしろヒップホップってアウトローの人たちもいっぱいいるし、多分上下関係とかそういうのって一般の社会よりも厳しいぐらいの感じだと思うんですよ。年上だ年下とかも多分うるさいだろうしね。でヘッズの人もそういうのがあったりするっていうことだと思うんですけど、結局ね反権威っていうのはスローガンではあるんだよ、ヒップホップのスローガンではあるけど、そこにフォーカスしてそれを達成するっていうのは半分夢物語なのかなとも思うんですよね。特にこのね日本のヒップホップではそうなんじゃないかなと。ねこの前僕がめちゃくちゃにディスったねフリースタイルリーグマザファッキントライアウトあるじゃないですか。あれもね僕一番何が深いかっていうと、めちゃめちゃ権威的なんですよ。めっちゃ威張ってるラッパーがいて、そのなんつうの、立場に差がありすぎるじゃないですか。なんかパワハラ感をすごい感じますよね、あの見せ方はね。そういう意味でもなんかヒップホップ的じゃなくて僕嫌いなんですけど、ただまあ人間の差がなのかなとも思うんですよね。このヘッズにしてみたら、例えば20年とか30年とか聞いてる人がいたとして、めちゃめちゃね掘ってきたのに、ディグってきたのに、ここ 2,3 年で聞いたね若い子がなんかめちゃくちゃ語ってたら、ヒップホップの歴史はさとか言ってたらね、ちょっとなんか言いたくなるみたいな心理はわからなくもないじゃないですか。まあ皆さんもねいろんな仕事とかスポーツとかもやられてたことがあると思うんですけど、いるじゃないですか、お前ら俺たちの時代知らねえだろとかさ部活で言ってくる先輩がいたりとかね、仕事でもね。逆に仕事 2,3 年やってめちゃくちゃ全部分かったようなこと言ってる若いやつがいたら、20年30年やってるベテランの人がいたら、お前ちょっと舐めんなよってなるじゃないですか。そんなことはヒップホップに限らず、あの人間社会であることっていうことで、そのねこの質問者の方に僕から言いたいのは、このヒップホップいろいろ矛盾してませんかっていう質問ね、3つしてくれましたよね。その暴力が否定してるのか肯定してるのかってことだったり、他人をディスるのか自分をね肯定するのかとか、この権威主義がなんとかとかですね、いろいろあるんですけども、基本的に全部矛盾してるというか、その相反する人たちが両方いて、そこでバトってる業界なので、あのもうちょっとね気楽に、これ矛盾してねとかじゃなくて、気楽に楽しく聞くのがおすすめですねはい。だからよくヒップホップファンじゃない人がヒップホップガチ勢っていう風に一括りにするけど、ヒップホップガチ勢の中でも派閥が多分10個ぐらいあるじゃないですか俺にとってのヒップホップみたいなのが全然違うからさ、それはもう発信してるラッパーも同じなんで、だからこれが本物のヒップホップみたいなのがないから、ないっていうか違うから、その気楽に楽しく聞きましょう。そして僕のチャンネルを見ていただければかっこいいラップをいっぱい知ることができるので、質問者の方はたまにじゃなくて毎回見てくださいいやでも本当にねいい質問、本当にありがとうございます。考察がとても楽しかったですし、まあ、わざわざねメールで送ってくる方はそんなにいらっしゃらないんでね、これからも楽しくヒップホップを聞いていただければと思いますね。はい、今回の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。あと質問してくださった方もありがとうございました。あの前回ね、レッドアイさんの紹介動画をねもう一度上げさせていただいて、あれその昔ねやってたんですけども、レッドアイさんの紹介動画、
コメントにね、あのレッドアイさんのやつの今のクオリティでやってくださいっていうのが4件ぐらいねコメントに入ってたんですよ。でおーって思って、このチャンネルね結構若いラッパー全然人気ないんで、おーこれこんなコメント入って需要広がったなと思って実際作って出してみたらね、もう過去最低ぐらい再生数回ってなくてあのなんていうかね、このチャンネルの再生数が回ってないとから虚しいというよりは、レッドアイさんにみんな興味がないことがねちょっと虚しくてね、まあわかんないですけどね、自分の動画を見たくないだけかもしれないで、もちろんねレッドアイさんはかっこいいラッパーですから、これからもね幅広く紹介させていただきますけども、ってことで今回もご視聴いただきありがとうございました。いい暇つぶしになったという方はチャンネル登録高評価していただきましたら嬉しいです。これからもかっこいいラッパーどんどん紹介させていただきますので、ご興味のある方はよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。